小沢すましです。もっちゃんです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、今回はあなたが KVK で引退しないためのガイドブックです。何それ、ちょっとうちに当ててる？まあ、そう、もっちゃんが、今回の KVK でちょっと引退を考えたり、うちの同盟の中でもちょっとこう心が折れそうになったりした人がいたりと、やっぱりその KVK って戦争が頻繁に起こる分、こうプラスの要素もあるけどマイナスも結構あったりとかするんで、そう、今から KVK 始める人も今 KVK 中の人もぜひちょっと気をつけてほしいなと。まあ、せっかくこれだけ楽しいゲーム、ライズオブキングダムっていう楽しいゲームをしてるのに、たった一回の言ったらこうミスじゃないけど攻撃で、まあ、今まで頑張って育ててきたものが一気に崩れる、壊れることがあるのがこの、まあ、KVK だけではないねんけど、やっぱり KVK は特に起こりうる可能性があるんで、まあ、分かってるよっていうところあるとは思うんですけど、気をつけてほしいなと。はい、ハートブレイクしないために。そう、まあでもこういう事故を起きるのって何、こうふと気抜いた時に起きんねん。だから、いや、もうそうやわ。そうだから別にな、もっちゃんも知らんかったわけではないねん。ただこうちょっとまあリアルの方が忙しかったりとかして放置した時に事故って起きるから、まあそれでも一応こうやって啓蒙しておくことによって、まあ一人でも城が燃えないようにしてもらえたらいいかなと思いますんで。なんか今回えらい真面目やな。 ありがとうございます。いや、でもほんまになんかそのうちの同盟の人、まあもっちゃんで俺は心を痛めたわけではない。同じ同盟の人がこうあれ戦闘力下がってる、なんでやと思って見たらめっちゃ兵士死んでて、うわ城燃やされたんや。そう、なんかこれを見るとやっぱ、そう、まあそれでもその人はあのこれからも頑張りますって言ってたから俺はホッとしてんけど、でもやっぱりこれで少なからずな兵士を、自分が頑張った兵士がゼロになるって、まあもし自分の立場やったら俺もちょっともうやめようかなって思うやろうし、うん、よぎると思う。でもこうな、まあ、そうはなってほしく ならないに越したこと絶対ないから、何を注意しないといけないかっていうと、KVK の場合、まあ、ゾーン4っていうエリアに落ちますと。で、そこから、その時はまだ安全なんですよ。だから始まった当初っていうのは安全なんですけど、レベル4の関所が解放した時ですね、で、ゾーン5のエリアに行きます。で、このゾーン5からが城が燃える可能性があるっていうのをまず再認識してほしいと。で、城が燃える、可能性としてあるのが、まず、1個目ですね、城が自分の同盟の敷地内にあるかどうか確認してください。まあ当たり前なんですけど、同盟の敷地内にあれば敵は攻撃できませんと。ただ、KVK 中ってなんかこうみんなでこの同盟に一旦入ってこっち攻めるとか、こっちの関所側から攻めるとか、こっちの同盟に移動してこっちの関所からみたいな、結構まあ場合によっては同盟をコロコロ移動したりする時があったりするんですね。で、そういう、そうで、そういう時に、自分の領土やと思ってた A っていう同盟に入ってて A の敷地内にいたのに、気づいたら B の同盟にいたけど A の敷地内のままになってるとか、これ燃やされるんです。で、これまあ基本的に皆さん分かってるとは思うんですけど、結構その戦闘中でバタバタしてたりとかすると、あれ俺違う領土おったみたいな、敷地内違う敷地内おったっていうのがあって、で敵はそれをすぐ察知して城攻めにあったりとかするんで、皆さん KVK 中は定期的に自分が、領土敷地内、どこの敷地内、自分の同盟の敷地内にちゃんといるかどうかのチェックで、このチェックは特に、自分が長時間放置する前はチェックしましょう。これでもほんまにさ、うち今回の KVK で2回城燃やされたんやけどさ、そやな、1回の理由はこれやな、それやな、まさしく
ん。なんかあの KVK 期間中って長いやんか。うん。その時にさ、オシリスとかも来るやん。うん。で、オシリスで移動したりもするやん。うん、うん。それよ。まあ、やっぱゾーン号の領土を攻めるっていうのとは別に、そういうオシリスであったりとか、別の要因でこう同盟をコロコロ変える時とかもあるから、まあ、とにかく自分が同盟を変える時は、要注意しないといけない、はい、と1点ですね。38日目に関所のレベル4が全開放します。ゾーン4も攻撃対象に入ります。なので、37日目の、まあ、日付が変わるタイミングですね。37日目から38日目の関所が解放するタイミングまでに自分がどうするか、判断してもらった方がいいと思います。これあの気づかずに38日目迎えると、もしかすると攻められてる側のサーバーだともうガッと入ってこられて一瞬で旗燃やされてプツン切れて、エリアが全部まあ無法地帯になってしまって城一気にガンって攻められるっていう場合があります。まあこれでうちの同盟の方もちょっとやられてたりするんで、あの38日目、ここ、かなり危険だと思って、レベル4の解放、まあ攻めてる側は別に全解放になろうが特に何も影響はないと思うんですけど、もうあのここまで来るとね、攻めてる側と、まあ、勝ってる側と負けてる側絶対にあの大きく分かれてると思うんで、まあ、自分が負けてる側のサーバーの人間であればレベル4の解放が来たらさらに燃やされる可能性があると思って、もうあのやばいと思ったら自分のサーバーに帰りましょう。すぐに38日目来る、まあ、37日目の間に、うんうん、特にあれやもんね、もううちらの話になってしまうけどさ、うん、もう181号サーバーの周りのサーバーってもう全然どこも同盟組まれへんかったもんね。うん、だからもうほんまにガッて入ってこられる空気感って出てたもんな。そう、よかった。だからまあある程度ね、もう35日目ぐらいとかになったら大体、まあ、今の情勢がどうなってるかって分かってると思うんで、まあ、そこを無理して KVK にいる必要ってもうポイント稼ぐぐらいしかないと思うんですけど、まあもうポイントもある程度もう回収できないっていう判断であればもうすぐに多分戻ってもらった方がいいんじゃないかなと思うんで、まあそこも気をつけてもらったらいいかなと思います。まあそういう形で今回2点ですかね、大きく分けて1点目がゾーン5に入ったタイミングで自分の領地と自分の同盟がイコールになってるかを常に確認してくださいと。で2点目が、38日目以降関所のレベル4が全開放になるんで、まあ、そのタイミングで、自分はサーバー自分のサーバーに戻るのか、ここに居続けるのか、居続けるのであればゾーン4に関しても攻められる可能性が38日目以降出るので、注意してくださいという形で、皆さん楽しい KVK ライフにしましょう。いやほんまに気をつけていただきたいです。ほんまに気持ちがさ、こう緩んだ時にこういう事故って起きるからさ、一番、うん、気をつけてほしいです。経験者が語りました。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、バイバイ、バイバイ。